私の名前はヨシカ、27歳。1年前に夫のケイタと結婚、今もラブラブな毎日を過ごしています。そろそろ私たち夫婦にも子供が欲しいねなんてケイタと話していたんです。多分そう思うのは兄夫婦の影響もあったからかもしれません。それはつい先日のことです。わあ、パニコちゃんまた背が伸びた。ほんといつ見ても可愛いわね。ヨシカさん、ありがとうございます。ヨシカさんもいつ見ても美しい。あらあら、褒めていただいてありがとうございます。ところでパニコちゃんは何歳になったの？はい、今年で9歳、小学校3年生になりましたよ。一桁最後の年、私も来年にはティーンになるわけです。パニコったらまた変な会話ばっかりして。あなたたち気が合うのね。会うたびに毎回楽しそうに会話してるもんね。だってパニコちゃんと話してると子供と話してる気がしないんですもん。私たち確かに気が合うかもですね。私も常々そう感じておりました。いしし。ああ、嬉しい。本当にパニコちゃんは可愛いな。そうだろ、パニコは可愛いだろ。年を重ねるごとに可愛さが増してて俺もデレデレだよ。俺は我が子のためならどんなことでもやるぜ。あらま、兄さん完全に親バカってやつだよ。そうなの、年寄ったらもう口を開けばパニコパニコってね。ちょっと恥ずかしいくらいね。小学校3年生になった姪っ子のパニコちゃん、私が遊びに行ってる間もずっと私の隣に座ってニコニコしてるんです。話も面白いし気が利くし何でもできちゃうし、それでいて甘えん坊なところもあってね、本当に可愛くて可愛くて、今すぐにでもパニコちゃんのような可愛い子供が欲しいなって思ってしまうほどでした。しかしそれから1週間後、今度は実子のはるみから珍しく電話がかかってきました。兄とは違い性格がきつい姉、ね、だから兄とは仲良しだけど姉とはあまり関わらないようにしていたんです。正直結婚後は距離を置いた付き合いをしていたんだけど、いきなり電話なんてかけてきて何事？もしもし、大変なの、大変なことが起きたのよ。え、何、どうしたの？年お兄ちゃんの運転する車が事故に巻き込まれて3人とも病院に搬送されたみたいなの。それですぐに病院に来てくださいって言われてて、ヨシカもすぐに病院に行ける？私たち夫婦もすぐに向かうから。あ、分かった、すぐに行くよ。私は頭の中がパニックになりつつも、すぐに夫のケイタと一緒に指定された病院に向かいました。事故に巻き込まれた？お兄ちゃんとお姉さんとパニコちゃんが？お願い、お願い、どうか3人とも無事でいて。そう願いながら病院までの道のりを過ごしました。間もなくして病院に到着した私たち。姉夫婦、それに両親はすでに到着していました。看護師さんに案内され、向かった病室。そしてそこには変わり果てた兄夫婦の姿が。呆然と立ち尽くす父、そして母は泣き崩れている状態でした。そして静かに眠る兄夫婦の近くで、うつむき涙をこらえているパニコちゃんの姿が目に入りました。え、もしかしてパニコちゃんだけが助かったの？私はこらえていた涙が一気に溢れ出してしまいました。パニコちゃんを抱きしめて、ただただ抱きしめて泣きました。そう、兄夫婦は娘を一人残し、他界してしまったんです。私に抱きしめられると、パニコちゃんも咳を切ったように泣き出したの。これから誰がこの子のお世話をするんだろう。私はそんなことを考えていたんですが、姉が突然。みんな、突然のことで悲しむ気持ちはわかるけど、パニコちゃんだけは助かったんだし、これからのことをきちんと考えなきゃ。そんなことを言い出したんです。そうよ、そうよね。生きているパニコちゃんを最優先に考えないと。なんだ、姉のことは苦手だったけど、結構ちゃんとしたこと言ってくれるじゃないの。なんか今まで姉のこと勘違いしてたのかも。これから先、一緒にパニコちゃんのこともあれこれ協力すればなんとかなるはず。そう思い始めていたんですが。じゃあそういうことで、ヨシカ、パニコちゃんの面倒はよろしく。はい？子供の面倒はよろしくって言ってんの。え？あ、どういう？いいでしょ？あんたまだ子供だっていないんだしさ。
だけどさ、でもまずはパニコちゃんの気持ち。あんた子供が欲しいって思ってたんでしょ。今後自分の子供が生まれた時の予行練習だと思ってさ、面倒見なさいよね。ちょっとそんなこと急に決めるなんて。とにかくパニコちゃんの意見も聞いて。うち中学生の子供が2人もいるし、これから手もお金もかかるし、もう一人追加するとか無理。無理って、本人がいるのにそんなにはっきり。おまけに手がかかるとかお金がかかるとか、そんな言い方しなくても。全権撤回。さっきちょっといいやつって思っちゃった自分を叱りたい。この女やっぱりどうしようもない自分勝手なひねくれ者じゃないのよ。こんなこと言う人間のところに可愛いパニコちゃんを預けるわけにはいかない。どうやらケイタも同じことを考えていたみたいで、私よりも先にケイタが口を開きました。わかりました、パニコちゃんは僕とヨシカで責任を持って育てていきます。いいんですか。ああ大歓迎さ。パニコちゃんそれでいい。はい、ありがとうございます。あらケイタさんたら優しいのね。てかお人よしね。ま、じゃあそういうことでよろしくお願いね。パニコちゃんのことはご心配なく。すみませんがよろしくお願いします。ご迷惑をかけるかもしれませんが、私なりに頑張りますので。もうパニコちゃんたら、こんなシチュエーションでさえきちんとしてるんだから。私はベソを書いてるパニコちゃんにこう言いました。パニコちゃん、何も謝ることないし、何も遠慮はいらないからね。でもさ、私もケータおじちゃんも子育てをしたことがないから、逆にこっちがパニコちゃんに迷惑かけちゃうこともあるかもしれないけど、私がそう言うとパニコちゃんは大号泣。大丈夫よ大丈夫、私たちがずっとついてる。だから一緒に帰ろうね。ヨシカさん、どうもありがとう。申し訳ありませんがお世話になります。ただヨシカさんにはヨシカさんの人生もありますし、邪魔になったらいつでも施設に追いやってください。泣きながらそんなことを口にしたパニコちゃん。何言ってるのよ、私たちはパニコちゃんを邪魔になんてしないわ。そんなことはしない、約束するよ。そう答えました。こんな状況においても私やケイタの人生を第一に考えてくれるパニコちゃん。私はパニコちゃんのことを絶対に幸せにする、そう心に誓ったんです。きっとケイタも私と同じ気持ちだったに違いありません。涙を流すパニコちゃんの頭をずっとよしよしと撫でてくれていましたから。そしてパニコちゃんがようやく泣き止もうとした時、今度は姉の夫ケンが心ない発言を。なあ、そうそう言い忘れてたけど、財産は俺らがしっかり管理するから。あ、はい。パニコちゃんは私たちで育てて、そして財産だけは姉さん夫婦で管理するってこと。いいでしょ別に、何か文句でもあるのかしら。だって。ああほら、いくらなんでもさ、全てをお願いするのは不平等かなって。だからせめて財産くらいはね。とにかく俺たちに任せてよ。一方的にパニコちゃんのお世話は私たち、そして財産管理は姉夫婦、そんな形で今後の方針を決められてしまいました。でもね、私たちはもう何も言いませんでした。この場でこれ以上こいつらと揉めるのはごめんだったの。パニコちゃんの気持ちに配慮してやりたかったしね。てか正直パニコちゃん最優先で考えたら、兄の財産なんてどうでもよかったし。その後葬儀が終わり、私たち夫婦はパニコちゃんと養子縁組、正式に自分たちの子供として迎え入れました。ここから初めての子育てスタート。いつも美味しい食事を作っていただきありがとうございます。いえいえとんでもございません。あのさパニコちゃん、毎日そんな丁寧に挨拶しなくていいのよ。いえそんなわけには。だって今日も栄養バランスをとれた食材を使用して、こんなにも彩り鮮やかに盛り付けていただいて、ヨシカさんの作る料理は本当に毎日が感動なんです。どうかしましたか。そんな大人顔負けの褒められ方をするとなんだか照れるな。本当のことを率直に述べただけですので、
本当にヨシカさんにも、それに外で一生懸命働いてくれてるケイタさんにも感謝しかないんです。ありがとうパニコちゃん、そう言ってもらえるとすごく嬉しいわ。私も毎日幸せでとっても嬉しいです。イシシ。パニコちゃんすごいな。とってもお利口な子だって昔から思ってたけど、年を重ねるごとに言葉遣いから何から何まで。パニコちゃんとの生活は本当に毎日が楽しくてね、あっという間に時は流れ、パニコちゃんももう高校生、住んでいる場所から有名進学校に通い、高校に入学してからも常に成績はトップを維持してるのよ。これ通知表です。ここに印鑑お願いします。うん、わかって。ちょっと何なのこれ。何でしょう。何でしょうって、何この通知表は。こんな満点の通知表今まで見たことがないわ。どれどれって、ぐっ。しかしすごいな、スポーツと勉強どっちもできる、そしてオール5という。ほんとよね、もう開いた口が塞がれないわ。塾に行ってるわけでもないのに。まあ真面目に授業を受けていれば当然のごとくこれくらい取れるかと。さようでございますか。しかしすごい、すごすぎるわよパニコちゃん。私なんだか自分が取った成績じゃないのにすごく嬉しい。喜んでもらえて恐縮です。今日はお祝いだパニコちゃん。何が食べたい？寿司でも焼肉でも何でも好きなものを言ってくれよな。はい、ありがとうございます。でも私がここまで毎日頑張れるのはケイタおじさんとヨシカさんのおかげですから、逆に何かおごってあげるべきは私の方かと思いますが、私一生かけても返せないほどの恩と愛情をもらっていますので。パニコちゃん。でも今日はお言葉に甘えて、ヨシカさんの作ったカレーライスが食べたいです。え？カレーライス？できればチキンカレーがいいです。あとケイタおじさん手作りのポテトサラダ、世界で一番美味しい料理、ヨシカさんのチキンカレーとケイタさんのポテトサラダ、この2つがあれば私他に食べたいものなどありません。実は私の好物はこの2つなんです。イシシ。パニコちゃん、わかったわ。チキンカレーね。うん、すぐ作るから。私もう腕によりをかけて俺も作る。じゃあ俺もすぐにポテトサラダを作るよ。はい、ありがとうございます。こうやってパニコちゃんと暮らし始めてもうすぐ10年。そんなある日、突然姉夫婦から連絡があり、話があると翌日我が家に押しかけてきたんです。私もケイタも嫌な予感しかしませんでした。パニコちゃんに関することだったら嫌だな、パニコちゃんが傷つくようなことだったら嫌だな、そう思った私たちはパニコちゃんに自分の部屋で待っているように伝えたんですが。私も一緒にここにいていいですか。え、でももちろんパニコちゃんに関することなんだから、あなたもここで話を聞くべきよ、なんてニヤニヤしながら言ってきたんです。そんな姉の不吉な意味といったら、10年前のあの時と同じ顔。子供は引き取らないけど財産管理だけしてやると言った時と同じ顔でした。で、急に何？じゃあ早速本題に入らせてもらうけどさ、来年からパニコちゃんは私たちが引き取るから。え？何言ってるの？私たちもいろいろ考えたのよ。ずっとヨシカにだけ子育てを任せておくのは悪いかなって。おい、今更そんな。てかさ、俺たちもさ、いろいろ考えた結果、二人には申し訳ないから、これから先はこっちで預かろうって決めたってわけ。別にいいでしょ。私たちの子供は巣立ったし、私たちも時間にゆとりができたの。だから、そろそろパニコちゃんのお世話はチェンジね。チェンジって、そんな勝手に決まりね。ってことで、あとは俺たちに任せてくれよな。まあ、いいでしょパニコちゃん。ちょっと待ってくださいよ。あ、何言ってんのよ。いきなり来て意味がわからないわ。ふとパニコちゃんの顔を覗き込むと、いつも通りの冷静な表情で姉夫婦の話を聞いています。怒りに満ち溢れているのは私とケイタだけ。それでも姉夫婦はまた今度も自分たちの考えを押し切るつもりのようで。わかったかしら。
とにかく来年以降は我が家でパニコちゃんを引き取ります。いいでしょパニコちゃん、我が家はここの家よりも立派だし快適よ。そうだよおじさんたち、パニコちゃんを大切にするからね。もうやめてよ、これ以上私たちの邪魔をしないで。私はそう心の中で思うしかありませんでした。しかしパニコちゃんは至極当然のように冷静に淡々と粛々とこの二人を圧倒し始めちゃったの。もしかしてお二人が気にされていることは両親が私のために残してくれた財産のことですか？え？え？財産って？ああ多分ですけど、両親が亡くなった当時私はまだ9歳でしたし、財産は未成年では管理ができないからはるみさんたちが管理するということで手続きされていたんでしょう。でも私ももうすぐ20歳になりますしね。えそういうことですよね、はるみさん、けんさん。え、ままあ、それもあるのかな。どうだったかしら。あはは。でも俺たちがパニコちゃんと暮らしたい気持ちは本当なんだ。両親が残してくれた財産は使うことができなかった。でも私が成人すれば財産に関する様々な手続きができるようになる。それを見越してのお話ですよね。え、あ、ちょ、それはその、ああそういうことかと私たちは深く納得。あの時姉夫婦は財産だけ管理してやる、そう言ってパニコちゃんを私たちに押し付けた状態でしたが、でも実際はその財産を管理できる権利があったのは私たち夫婦だったのかもしれません。何の知識もなかった私たちはそんなこと全く知らなかったの。ただパニコちゃんを幸せにしたいと思う一心しかありませんでしたからね。私の元にも弁護士さんから連絡があって、もう自分の財産を自分で管理できる年齢になりますよとのアドバイスがありました。ということでもうすぐ成人したら全額きっちり私が管理しますので。え、ちょっとくらい私たちにもねえ、何の世話にもなっていない相手に対して支払うべき対価は発生しません。なそう冷静に言ったパニコちゃん。さらには、あとそれから私の家族はこの家の2人です。私のお父さんはケイタさん、それにお母さんはヨシカさんなんで、私がハルミさんの家で暮らすことはありませんよ。パニコちゃんこれからお父さんとお母さんには恩返しもしたいし、はるみさんたちと関わってる時間がないんです。申し訳ありませんが、そろそろお引き取りください。え、ちょっとそんな冷たいこと言わない。私にあなたたちは必要ないと言ったんです。ご理解いただけないようであればそれ相応の手段を取らせていただきますよ。そこまで言わなくても、俺たちだって身内なんだから。身内という認識があるのであればその認識は間違っていますので、ぜひすぐにでも修正いただきたい。何を言って。私の身内はここにいる両親二人きりですので。何よ、私とヨシカは姉妹なのよ。だったら私だって家族の一員でしょ。そうだよ、そんな冷たいこと言わないでくれよ。ではヨシカさんにお聞きしましょう。このハルミさんはヨシカさんの姉としてふさわしい人物でしょうか？いや全然、縁切りたい。あちょ、親しき中にも礼儀あり。身内であれば、関係が近いのであればなおさら相手の気持ちや立場をおもんぱかるべきではないのでしょうかね。ケンさん。はい。あなたは論外です。にゃー。こうして姉夫婦はパニコちゃんに論破され、コテンパンに言いまかされ、グーの音も出なくなり、最初に我が家に来た時の勢いは全くなくなりました。そしてしぶしぶ退散することに。とぼとぼ帰っていく二人の後ろ姿ったらなんだか笑えちゃいました。その後の調査によると、やはり姉夫婦はパニコちゃんの財産をどうにかする権利がなく、パニコちゃんが成人するのを待っていたみたい。成人間近になって引き取り、財産の権利をもらおうって思ってたの。卑怯だね。呆れてしまいました。でもパニコちゃんの元へ財産が戻ると知り、私たちも一安心。どうやらあの二人、財産が入るのを見越してあちこちで散財してたみたいでね。今じゃ借金まみれになってるんだとか。借金で首が回らなくなり、二人して遠方に引っ越し、借金返済しながら自利品暮らししてるんだって。一方の私たちは相変わらず仲良く暮らしていますよ。
あの両親が残してくれたお金、お二人に受け取ってほしいんです。え、どうして？それはパニコちゃんのために兄さんたちが残してくれたものなのよ。パニコちゃんが自分で大切に使わなきゃ。でもこれまで私を本当の子供のように育ててくれたわけですし。パニコちゃんは何を言ってるんだ。え、だってあの時はるみさん夫婦の前で俺たちのこと、私のお父さんはケイタさん、お母さんはヨシカさんってそう言ってくれたじゃないか。え、まあごめんなさい、面と向かってお父さんお母さんって呼んだこともないくせに偉そうなこと言って。パニコちゃんったら本当に可愛い。でも親なら子供のためにお金を使うのは当然でしょ。そのお金はパニコちゃんが必要になった時に使えばいいのよね。はい、わかりました。 お母さんありがとうございます。今お母さんって、あ、ずるいぞ、俺だってお父さんって呼ばれたいんだ。あー、かわいい、パニコちゃん本当にかわいい、抱きしめちゃう、ぎゅー。痛いよお母さん。なんだよずるいぞヨシカばっかり。お父さんお母さん、これからもよろしくお願いします。イシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。